イングランド南部のハンプシャー州にあるファーンボロー空港において2年に1度、偶数都市の7月に開催されているファーンボロー国際航空ショーが、2024年7月22日から26日までの日程で開催されているね。ここでは次期戦闘機の3カ国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが、自社のブースに次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているらしいぜ。今回はそんな BAE システムズが日英共同開発が進む次期戦闘機のコンセプトモデルを公開している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。航空自衛隊では戦闘機については3機種を運用する方針にしていて、現在はアメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング 2AB と、マクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F-15JDJ に三菱重工業製の第4世代の F-2 戦闘機を運用しているんだけど、F-2 戦闘機については2035年から退役が開始される予定になっているため、その後継機種を次期戦闘機として国内企業による開発製造を目指して2035年から収益させる計画だったんだ。ちなみに、F-15J はパイロットが1人の短座型、F-15DJ は2人乗りの複座型で、F-35 の A タイプは通常離着陸型であるが B タイプは垂直短距離離着陸機型 STOVL で、現在海上自衛隊において軽空母としての改修が進められている出雲型護衛艦の改修完了後に艦載機として運用されることになる予定だぜ。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは2010年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表したことからで、その中で将来戦闘機のコンセプトモデルとして I-3 ファイターが提唱されているな。I-3 ファイターのコンセプトとして挙げられたのは次のもので、20年後の2030年頃までに実現させるものとして、クラウドシューティング次世代ハイパワーレーダー敵を凌駕するステルス性能次世代ハイパワースリムエンジン、電子戦に強いフライバイライトが挙げられ、30から40年後となる2040年2050年頃に実現させるものとして、将来アセットとのクラウドライトスピードウェポンが挙げられこれらの開発のための技術研究が進められたよ。また、この時点では後継機種については開発コストがかかりすぎるとの理由から、海外からの導入を検討すべきとの声もあり、さらには契約金額が数兆円単位になることから海外からの注目度が高く、2018年7月時点においてはロッキード・マーティンが第5世代ステルス戦闘機で世界最強の制空戦闘機と呼ばれている F-22 ラプターに、F-35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案し、その他にはボーイングが F-15 をベースとして F-15JDJ よりもさらに性能が向上された機体を提案。イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど売り込みが激しく、この中でも特にロッキード・マーティンの案が本命ではないかとする見方が多く上がっていたらしい。2018年12月18日、第4次安倍内閣における閣議によって新たな防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画が決定され、その中期防の中において将来戦闘機については、F-2 戦闘機の退役時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得するとされた上で、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記いて、国際協力も視野に置きながら日本主導での戦闘機開発に着手することが決定され、海外の既存機を導入する案は国内防衛産業における技術の蓄積というメリットがなく、また価格のコストダウンが期待できないとされ、次期戦闘機においては国内企業の主導による開発を進めるとの方針が示されたよ。そして、2020年10月に当時の岸信夫防衛大臣が三菱重工業を開発主体に選定し正式に契約を結んだことを発表し、その他に、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が参画して次期戦闘機の開発が本格的に開始されたね。しかし、我が国の防衛産業界ではこれまで戦闘機を独自に開発した経験がなく、
国産戦闘機とされて平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機ですら、ロッキード・マーティンの F16 ファイティング・ファルコンの派生型でしかないと評価されているほどであり、高性能な次世代戦闘機の開発に海外企業による協力は必要不可欠だったんだ。海外の協力企業については2020年末までに選定するものとされ、アメリカのロッキード・マーティンとボーイングに、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれ、2020年12月、防衛省は支援海外企業としてロッキード・マーティンを選定する方向性で調整に入ったことが明らかになるね。しかしながら、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの各政府はグローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表し、日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア、スウェーデンも参画の間で進行中であった。次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合して、共通の第6世代戦闘機を共同開発してそれぞれに配備することを発表したな。そして、2023年12月14日には、東京で日英3カ国防衛省会合が開催され、その席上で木原稔防衛大臣がイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共に、グローバル戦闘機プログラム GCAP の管理を目的とする国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO を設立するための条約として、GCAP の設立に関する条約に署名して条約が締結され、次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したぜ。今回のファーンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルは、これまで三菱重工業が発表していた次期戦闘機のコンセプトモデルや、BAE システムズがテンペストとして発表していたコンセプトモデルと比べて特に主翼が大きく変化していて、これまでとの違いは三角形のデルタ翼となったことで幅が広がっているなど、より進化したデザインになっているね。これについては海外メディアが、次期戦闘機においては、戦闘機同士の空中戦ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして空中戦で重視される機動性よりも、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐことに方針が転換されたとの見方があるほか、空気抵抗をより低減するデザインとなり、さらには主翼の広がりで揚力が増すことによってミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかと報じているみたい。次期戦闘機については日本では F2 戦闘機の後継で、イギリスにとってはユーロファイタータイフーンの後継であり、どちらも空中戦能力のみならず対地攻撃能力が重視されていることからペイロードの増加は重要なんだよね。BAE システムズでは、2024年7月に東京でファーンボロー国際航空ショーの前に開催された説明会において、まだ設計の最中でありこのコンセプトモデルが最終的な形状ではないものの、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べていることから、翼の後ろ部分を変更してデルタ翼にしたことも設計が進展していることを反映したものとみられ、今回のフルスケール模型の公開によって今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたとする声が上がっているな。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙において、政権与党であった保守党が大敗して労働党政権に変わることから、国防政策が見直される可能性が生じ開発費が見通せないとされている GCAP からイギリスが離脱するのではないかとの見方が出ていたぜ。とはいえ、ファーンボロー国際航空省に姿を見せた労働党のスターマーシン首相は、この GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べて開発の重要性を強調したことから、新政権においても GCAP が継続されるとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近年、海保巡視船の建造が進められており、巡視船暁もすでに引き渡されていて、尖閣をはじめとして南西諸島の監視活動が実施されているよ。これらの海域ではより多くの大型巡視船が必要で、中型巡視船との連携強化を進めなければいけないとされているな。まあ相手は言うまでもなく中国海警局だぜ。
今回は海上保安庁大型巡視船黎明型2番艦、尖閣諸島の警護指導について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年2月16日、海上保安庁最新艦艇の黎明型巡視船の2番艦暁が就役したよ。そして度重なる中国公船の勝手な侵入と危険にさらされている尖閣諸島を管轄する第10管区海上保安本部に配属されたんだ。この第10管区海上保安本部は鹿児島港が母港で、黎明と共に暁が配備されたことは、尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を強化するためと思われ、重要な役割を果たす黎明型巡視船の所言は、排水量約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力のディーゼル機関を4機搭載し、最高25ノットの速力を誇るんだって。規模だけで言えば海上自衛隊の旗風型練習艦に近いようだな。言うまでもなく、海保の艦艇は戦艦ではないため、海自護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備できないぜ。あくまでも警察力の範疇の艦艇なので必要最低限の70口径 40mm のボフォース射程単装機12機と、20mバルカン砲を2機ずつ実装しているだけで、他には殺傷能力のない遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視最小装置が装備されていますし、両舷には救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されている程度らしい。海保の黎明型は前級である秋津島や前々級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だけど、今回紹介する暁の建造費用は約234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型と見られるんだけど、計画年度が6年も離れているため、全体的に改良が加えられているんだ。例えば後部マストだけど、秋津島は全部マストと同じラティス構造だったのに対し、黎明はサーチライトや FCS の台座を兼ねた頭上のマストに改良されているよ。居住区画は乗組員への防音措置に配慮して、配置や精神剤の活用などによってストレス軽減を図った作りになっているらしい。また、海上事案の長期化に対応するため、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されているため、南西諸島での海賊対応などにも有効とされているな。ちなみに海自保有のイージス艦マヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で6万9000馬力の機関を搭載、30ノット以上の速力と資料には記述されているようだぜ。この所言を規模感だけで比べたらマヤ型護衛艦より、黎明や暁がやや小さく感じられるけど、建造費を比べると1隻1700億円もの差で暁の約6倍近くもかかるんだよね。つまり、イージス艦が高額すぎて金のレベルは桁違いということになるんだ。海自護衛艦は万が一の場合は敵国軍隊と戦うため、水上の戦闘艦として巡視船よりも設計構造的にも高額なのは仕方のないことと言えるんだけど、特にマヤ型は弾道ミサイル、迎撃可能なイージス兵器システムのコストが格別に大きいと考えられているんだ。マヤ型には SH-60 型哨戒ヘリコプターを1機搭載できるのに対し、暁は他の大型巡視船と同様、完備に大型ヘリコプタースーパーピューマ225を2機搭載可能と言われているよ。このスーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社が2000年平成12年に開発した大型ヘリで、全長 19.50 メートル、全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約280キロマイジです。日本国内では海保以外でも採用されている優秀な機体と言えるだろうな。暁に搭載されるヘリの愛称は一般公募の中から青足と決定しており、南九州の青い海と海保のイメージカラーのブルー。鳥の王者として君臨する足を組み合わせ力強く南九州の海を守ってほしいという願いを込めた命名されたとされているらしい。陸上自衛隊でも実際に3機のスーパーピューマ225を調達。木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊に配備されていたが、
通常の輸送任務ではなく、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う特別な機体として活用されているようだぜ。陸自に納入されている機体は数箇所回収されていて、具体的には操縦席周辺に防弾板を設置、エンジンの排熱温度を下げるため排気口の排熱を抑え赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減する赤外線排出抑制装置 IR サプレッサーを特別に追加しているみたい。陸自と同様、東京消防庁も3機配備しているんだけど、救難救助救急などの人命に関する任務や航空消防を行う機体として運用されていて、非常時の安全対策として緊急用いかだや緊急用着水装置なども備え、より汎用的な救助任務に特化しているね。こういった状況下、海保は日本の救助任務を持つ組織で最大数となる9機を保有していて、巡視船以外に各陸上拠点でも運用を行っているよ。暁艦載機の青鷲が今後は尖閣諸島周辺で対峙すると予測される中国公船に対し脅威を感じているみたい。これらは中国海警局組織に所属する艦艇で、中国政府の意向を示すものだから、小さな行動から戦争へ発展する危険性などについても十分な配慮が必要となるよね。中国海警局は日本の海保と同様に警察権限に基づく組織だったんだけど、2017年以降、武装警察に連なる組織へと改編されたため、軍隊と同等の武力を保持していると言っても誇張ではないんだ。アメリカの沿岸警備隊もアメリカ軍の一部であると考えれば、即脅威と断定するのは早計かもしれないけど、2021年2月から海警報が改正されたため、警戒すべき事態になっているのは確かだよ。これによって中国海警局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルが改正以前と比べて緩和されてしまったため、当局が必要と判断した場合、武器を使用する可能性が一層高まったというわけだ。今年11月にアメリカの大統領選が行われますが、その結果によって中国が尖閣諸島実効支配への動きをどうするのか、非常に興味のあるところだな。中国側とすれば、尖閣諸島は日本に日清戦争で敗北したせいで奪われたとする考えが根強いため、日本が固有の領土だと考えていることとは全く相入れない主張を繰り返しているぜ。しかも尖閣諸島の周辺海域で、日本の漁船の操業を妨害されないように、海保の艦艇は侵入してくる中国公船から防護している状態だというのに、海保側からの武力行使は一切できないのが事実だ。中国海警局艦艇が攻撃する気になれば容易に武力衝突が発生するとして、海自艦艇の投入を進めるべきという強硬意見が高派などから出ているんだけど、それをなだめる論説として中国に先に手を出したのは日本であると言わせないためにも、慎重に慎重を重ねて対処すべきであるという意見が主流であるというのも確かな事実だよね。誰だって戦争は避けたいはずだからな。仮に海自艦艇を投入しても、中国海警局側から攻撃を受けた場合、具体的な対処に関する本質的な問題は避けて通れないぜ。となると、政治主導での判断が求められることは回避できそうにはないわけで、結局は殉職者が出ないと根本的に動けないということなのかもしれないな。身の危険を感じて中国海警局に行った防衛行動ならば自衛隊隊員のように、海保職員も絶対的な国際法で守ってほしいと強く願うよね。加えて、漁業者などの一般国民も守ってもらいたいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。沖縄県の北大東島に防衛省が航空自衛隊の移動式3次元レーダーの配備計画を進めているんだって。中国の脅威がすぐそこまで迫っている状況だし、どんどん進めていってほしいものだな。今回はそんな北大東村へのレーダー配備計画について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。大東諸島の北大東島は沖縄県の最東端、沖縄本島の東約 340km の太平洋上にあるんだ。そこに、空自の航空警戒管制団の移動式警戒3次元レーダーの配備計画を防衛省が検討していることが公表されたよ。
防衛省は2024年6月27日に北大東村側に正式に計画を説明し、7月上旬にも北大東村での住民説明会を開催する方針を固めたと報じたね。木原防衛省は6月25日の記者会見で、北大東村に航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーと運用部隊を配備する必要性についての質問に近年、我が国周辺の海空域でロシアや中国など周辺国が軍事活動を拡大している状況で、太平洋側の警戒監視体制強化は喫緊の課題との認識を示し、太平洋側への移動式警戒管制レーダーの配備が重要であると述べたみたい。北大東島に配備されるのは、航空自衛隊が1992年平成4年から運用している NEC 製の移動式3次元レーダー JTPS-102 と思われるね。この JTPS-102 にはシリンドリカルアクティブフェイズドアレイアンテナが採用され、監視装置中継装置統制装置で構成されているらしい。この全方位仰角電子操作方式レーダーによって、従来の移動レーダーより目標の捕捉及び追尾能力、さらには帯電子対策 ECCM 性が大幅に向上したようだな。また、航空自衛隊の防空識管制システムである自動警戒管制組織 BADGE との自動連接が可能で、悪天候の影響を受けにくい構造とみられ、さらに発射する電波には人体への影響はないと確認されているぜ。空自ではこの JTPS-102 を北海道千歳基地の北部航空警戒管制団第一移動警戒隊、埼玉県入間基地の中部航空警戒管制団第二移動警戒隊、福岡県春日基地の西部航空警戒管制団第三移動警戒隊の3カ所に配備しているよ。その他には沖縄県の那覇基地に南西航空警戒管制団第4移動警戒隊、与那国島の与那国駐屯地に第53警戒隊与那国分遣班に配備しているから、北大東島へ配備されれば国内で6カ所目、沖縄県では3カ所目の配備になる計算だね。2024年6月時点では、大東諸島内には自衛隊施設はなく、そのため、沖縄防衛局が北大東島の北東部と南部の村有地を約8ヘクタールほど取得し、台車や火薬庫の整備を検討しているとされ、移動式警戒管制レーダーの配備に伴って自衛隊員約30人が常駐する予定と言われているよ。北大東島は住民が住む南大東島及び無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島とともに大東諸島と呼ばれる島諸群を形成しているんだ。約100万年前から20万年前にサンゴ礁の数回の隆起によって形成され、そのサンゴ礁の厚みは数百メートルから数千メートルとも言われているな。それぞれの島には鍾乳洞が点在し、地質学的に見て中国大陸や日本列島とは一度も繋がったことがないため多くの固有生物が生息し、ザトウクジラの越冬地としても知られているぜ。北大東島と南大東島の全域は、国指定大東諸島鳥獣保護区気象鳥獣生息地に指定され、面積は4251ヘクタール特別保護地区は234ヘクタールとなっており、指定の理由は2頭が大東オオコウモリや大東のスリなどの固有種固有亜種の生息地であること、コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっているわけで、貴重な自然の残る島と言えるな。一番大きい南大東島の面積は約 30.6 平方メートルで人口は約1300人。移動式レーダーが配置される北大東島は約 12.71 平方メートルで人口約600人ほどだから、30人以上の自衛隊員が常駐すれば北大東島にとって過去にない人口増加になるだろうね。2013年10月時点では、日本本土からも沖縄本島からも遠く離れている大東諸島には南大東島、北大東島それぞれに県立病院附属診療所と村立の歯科診療所はあったんだけど、診療所では治療が難しい重症患者が発生した場合、沖縄本島に急患輸送を行うことになっていたよ。大東島に定期便を飛ばしている琉球エアーコミューターのスケジュールに間に合えば、この機体に常時1席確保してある村長席を利用して搬送できるんだって。しかし、それ以外の場合、県知事を通じて沖縄本島の陸上自衛隊第15旅団第15ヘリコプター隊那覇飛行場駐屯に災害派遣要請を行い、
LR に連絡偵察機もしくは UH-60JA ヘリコプターを沖縄本島から派遣して緊急搬送ということになるわけだ。そのため搬送にはかなりの時間がかかっていたぜ。しかし、移動警戒隊が配備されればヘリコプターが常駐するから、緊急搬送の時間を半分以下に短縮可能と見られるため、北大東村議会は2021年12月、自衛隊誘致を求める意見書を全会一致で可決したよ。これを受けて防衛省は地元の理解が得やすいと判断し、翌年から現地調査を進め移動警戒隊の配備に適していると判断を下ろしたんだ。ここ数年、大東諸島がある西太平洋は、大型正規空母の収益による沿岸海軍地域海軍から外洋海軍への変身を果たした中国海軍の進出頻度が上がり、2016年には空母遼寧が初めて南西諸島を越えて周辺海域で艦載機乗り発艦訓練などを行って以来、山東などの空母艦隊の進出が相次いでいるよね。中国はこれまで東アジア地域に展開しているアメリカ軍に対する防衛線である第一列島線沖縄本島など西南諸島や先島諸島を結ぶラインの外側で、グアムや横須賀基地を拠点として進出してくるアメリカ海軍を迎え撃つ方針だったと思われていたんだ。しかし、外洋海軍としての戦力が整いつつあるため、伊豆諸島と小笠原諸島そしてマリアナ諸島を結ぶ第二列島線の間の西太平洋で迎撃する方針に転換したという意味ではないかとの見方が出ているみたい。もし西太平洋でアメリカ海軍と中国海軍が衝突した場合、自衛隊にはこの海域での早期警戒用レーダー施設などがないため、情報収集に困難をきたす可能性が高いとされ、以前から大東諸島の重要性が指摘されていたということだな。沖縄県では在日アメリカ軍基地の沖縄県内移設に反対し、在沖縄アメリカ海兵隊の沖縄県外移転を要求しているグループが、アメリカ軍だけでなく、国土を防衛するための自衛隊基地の拡張にまで反対運動を展開しているという見方をする人も多いわけだ。日本政府はこれまで防衛を在日アメリカ軍に頼っていたものを、自衛隊体制の強化により自力での防衛を目指す方針を立てたよ。そして中国の軍事的台頭を理由に2010年平成22年の防衛計画大綱で同諸島への部隊配備増強計画を明記し、与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめとして宮古島や石垣島、鹿児島県の奄美大島などへミサイル部隊などの新編移中を進めてきたんだ。こういった動きに対して基地反対派は島が武装すれば敵に攻撃されるという理論を掲げ、アメリカ軍基地や自衛隊基地があるから中国が攻めてくるとして、基地の存在が中国の侵略を招くと主張しているな。個人的感想だが、これは納得できる主張と感じるが、中国の南シナ海における強引な海洋進出を見れば、基地の存在など関係なく中国は欲しいものは力ずくで取る国家だから、ネット上などでは沖縄に基地がなければ確かに沖縄県人の血が流されることはないだろうが、南西諸島は中国に占領され編入されるだろうと批判する声も多いらしい。北大東村の鬼塚村長は、誘致意見書を提出した当時の副村長で、誘致推進派だった前村長の路線を引き継ぐ形で就任した人物だね。政府は地元の理解を得るには問題ないと安心しているようだけど、沖縄県内の基地反対派がどう動くのか、そき回りして心配している向きも多いみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。